駅は、山口県萩市大和山、宮沢へ水無市にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である、当地出身の山口県議会議員、河村定一の発案によって設けられた。日本海の見えるホーム、長門市方面に向かって、右側に、短式ホーム一面一線を有する高架駅。防線構造のため、長門市方面駅と増田方面駅の双方が、 同一ホームに発着する。長戸鉄道部管理の無人駅。駅舎は待合所見用のもののみで事実上直接ホームに入る形になっている。集落の山側にあり、駅は斜面上のかなり高いところにある。駅まではかなり長いスロープを登る。駅は山と海に囲まれた E いという漁港集落にあり、ホームからは漁港の外に広がる日本海が一望できる。 すぐ近くを、萩市と長戸市との市境である、水無し翼という川が流れる。集落は、水無し翼両岸にまたがっているが、駅は、川の萩川手前にある。集落としても萩市川の方が広い。駅付近を、山口県道64号萩見住線が通過するが、集落の前後が境界であり、バス路線はない。集落においては、 山陰本線が唯一の公共交通機関となっている。近年、地元では、ローマ字表記なら、世界最短の駅名として、当駅を PR している動きがある。ローマ字表記なら、津駅の津よりも1文字、少ない2文字だが、ローマ字表記2文字の駅は他に、青駅、サザエ駅、栄駅がある中で、当駅をローマ字で書いた時の幅が一番小さいので、 最短であるとしている。山陰本線を走る観光列車、〇〇の話でも、当駅を通過する際に、世界最短の駅名であることが社内で紹介されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。